This radio show curates Japanese anime culture and economy. Toro, Animation Soken. ラジオをお聞きの全国のアニメファンの皆さん、こんにちは。静岡市駿河区トロにあるトロアニメーション総研当直研究員青木龍太です。同じく当直研究員同じく当直研究員の久山美代です。首席研究員でアニメ評論家の藤津亮太です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。何事もなかったかのように。何事もなかったかのように。この前半で噛むの珍しいよね。びっくりしました、自分で。驚かないで。おーってなっちゃった。驚かないで。噛むんだ、口が回ってないということで今日はよろしくお願いいたします。まあまあ冷え込んでおりますけれども、はい、さあトロアニメーション総研、毎週アニメについていろいろな角度から分析したトロアニレポート作成のため、一般研究になるリスナーの皆さんから情報を集めています。今日のテーマ発表しましょう。こちら、2024年夏アニメ振り返りです。今期放送した夏アニメ、皆さんのお気に入り何でしたか？一般研究員の皆さんの感想、考察、ここが良かった、ここに感動したなどなど、あなたの視点で夏アニメを語ってください。まだ最後まで見ていないという方もいるかもしれませんので、なるべく最終回のネタバレに注意しつつ感想を考察をお願いします。レポートは X メールでお願いします。番組 X はハッシュタグカタカナでトロワニでつぶやいてください。メールはトロワニアットマーク digisbs.comTOROANI@digisbs.com でお待ちしています。みおちゃん今期何見た？今期は推しの子しか見てないんですよ。あ、推しの子ね、見た、はい、いや、よかったよね、推しの子。あ、よかったですよね。藤さん推しの子よかったですよね。僕ね、推しの子はまだ追いついてないんですよ。出た出た、藤さん一個ずつね、今こう、はい、今そうそうそう、順番で10本ぐらいね、気になってるやつ。はいはいはい、まあ、あのね、前半僕はめちゃ小市民に燃えてましたね。あ、小市民もね、よかったです、うん、いやね、推しの子僕も今期見れて、はいはい、まあまあよかったと、はい、ね、あの、はいはい、ポッピン2も話題になってましたよね、はいはいはい、うん、なんでメールが来てないんだ。トロワニって感じ。いやいや、逆張りが過ぎるでしょ。ねー、ちょっと皆さん、今期結構話題でしたよ、推しの子は。ね、話題でしたよ、ね、ただちょっと皆さん、今回今のところ来てません。放送中にもしかしたら来るかもしれませんが、はい、お待ちしてます。ラジオネームは夏夏なたでここさん。我が家では5月に夏休みの計画として、浜松市民らしく天竜川の源流を見に行こうと言って、長野県諏訪市を家族旅行先として決定。その後、夫がトロアニで逃げ上手の若君について知ったことで、歴史好きの夫に逃げ若がヒット。家族旅行に聖地巡礼の一面が加わることになりました。諏訪に向かう車中で一家揃って逃げ若を履修。私は作画演出のクオリティの高さに感嘆し、子供たちにはディッシュのオープニングテーマプラン A がかっこいいと大いに受けていました。到着した諏訪では、諏訪大社はもちろん、原作の松井雄生先生も取材に訪れたというおっこと諏訪神社にも訪問。ホテルやいろいろなところで逃げ場館の縦看板や景物を見かけ、いやーブームだねーなどと思っていました。というのが8月上旬の話。その後も逃げ場館の放送を見続けたところ、敵役である小笠原貞宗の株が私の中で妙に急上昇。諏訪頼重役の中村雄一さんもインタビューでおっしゃっていましたが、アニメで青山豊さんが声を当てられていることによって、一層謎の男気があるというか、無駄に暑苦しいというか、初っ端は雑魚感ある登場だったのにねという第一印象を裏切る魅力的なキャラクターだと思うようになりました。ところが残念ながら、夏の聖地巡礼時点では小笠原はノーマークだったため、長野まで行っておきながら信濃守護を務めた小笠原の情報はソースルーノー摂取。今さらちょっと悔しい思いをしています。高山椎名さんは、逃げ上手の若君、高校が私立文系で社会の選択が日本史だったということもあり、注目して見ていました。毎回内容の濃さに圧倒されていましたね。それだけに一気で終わるのはもったいないだという感じがしました。やってほしいな、うん、2期ということで、まあ、2期決定してます。はい、あの青山さんってアドリブが多い役者さんなんですって、うん、結構面白い仕掛けをこうね、あのやるので、ああいう役をやると多分危機としていろんな小技をですね出してくるタイプな、そうだったと思うんですよね。ハマってましたね。それからやっぱり逃げ上手の若君って結構あの、まあ、いわゆるモブ、名前のない、まあ、名前はあるんだけど名前のないキャラクターみたいなものがいっぱいいるじゃないですか、はいはい、あのあたりの ね癖のあるキャラクターたちが、だからすごいね、全体としてポップに作ろう、つまり題材がやっぱちょっと馴染みがないものだから、うん、あのポップに作ろうかなって。キャラのサイド、色のサイドもすごい高いじゃないですか。あ、そうでしたね、うん、やっぱ時代劇渋いイメージがあるから、逆にポップな色使い、まあ、オープンエンドもねかっこいい感じで、うん、っていうのはすごい狙ってるなと思って、それがバッチリハマったタイトルだったなと思いました ね2期も楽しみですよね、はいはい、ラジオネームハンバーガー大臣さん。自分が見た夏アニメで一番良かったのは異世界スーサイドスクワットです。
もともと DC シリーズが好きだったので興味があり1話から見てましたが、テンプレ異世界あるあるとハーレイたち極悪人の組み合わせは神でした。特に攻略に詰まった時に階層に出てくるジョーカーなんてかっこよすぎて、全国のオタ女子たちが興奮しちゃうレベルでした。決して無双的ではなく苦戦しながらも勝つのが DC 感強くて、個人的に夏アニメナンバーワンでした。オープニングも布施明の斬新で歌詞がない BGM スタイルには度肝を抜かれました。またこういうコラボ的作品が出てくると嬉しいです。異世界スーサイドスクワット、福山さん声やられてましたよね。はい、はい、あのあとなんていうか二重じゃないですか。スーサイドスクワットってもともとあのね DC のというかバットマンの世界のヴィランが集まってる、うんうんうん、悪を持った悪を退治するチームっていうアイディアの上に異世界が重なるというですねやりすぎですよ。二重にひねってるんですごいよく成立してんなという感じですよね。うん、まあ、今回ね放送されて、まあ、こちらもなかなかの話題作でございました。他にもたくさんレポート届いてますので後ほど紹介していきます。そして今日はですねゲスト研究員がトライニュースの監修でもおなじみトラアニメーション総研主任研究員石野由紀さん1時半頃からの登場です。お楽しみに。また今回もトラに主席研究員藤津さんのアニメコラムコーナー藤津亮太のアニメラボもありますよ。今日はこの後のトラアニニュースの後からの放送です。今日若干僕も噛んでますが藤津さんはどんな報告をされるんですか。今日ですね先日亡くなった小山信也さんについてのお話をしたいかなと思っております。はい、お楽しみに。それではトロアニメーション総研スタートです。定番のおすすめからマニアックなトリビアまで、藤津亮太のアニメラボ。SBS ラジオトロアニメーション総研、この時間は史跡研究員の藤津亮太さんに歴史的に重要なアニメをアトランダムに紹介したり、アニメにまつわる話題コラム的に紹介したりしていただきます。よろしくお願いします。お願いします。はい、アニメ評論家の藤津亮太です。今日はですね先日亡くなられましたですね、声優俳優の大山信代さんについてですねお話をしたいと思っております。大山信代さん、1936年生まれで、まあ、1979年から2005年までドラえもんの声を担当していた、はい、ということで、まあ、それドラえもんの声ということで、まあ、世間には広く知られているんですが、そうですね、あのこんなメッセージが来ております。はい、浜松の足長おじさん、前回私は、大山信代さんと握手したことを投稿しましたが、今回はもう少し詳しく書きます。今から40年前大山さんはあるバラエティ番組で小料理屋のおかみさん役として出演、簡単に作れる料理を紹介していました。そんなある日大山さんは浜松市の商業施設にやってくるので、行きたいと母が言い出して、家族みんなで行ってきました。当時の大山さんはドラえもんを見た子供たちよりバラエティ番組を見たママさんたちの人気者でした。握手会は大勢の人が並びお話しする間もありませんでしたという話なんですが、そんな時期が、これおそらくね僕も見たことはないんですけど、この番組週刊漫画ゲラゲラ45っていう番組だと思うんですけど、これバラエティ番組でこの中でそのこの方が書いてるように小料理屋のおかみさんとして料理を紹介するっていう、まあのがコーナーがあったそうですね。ほいほいほい。で、まあ、の僕そういう意味では大山信代さんって、まあ、同世代を生きてきた身としては料理研究家の側面があって料理本とかものすごい出されてるんですよ。そうなんですか。あの不法の時にあんまりドラえもんの存在がでかすぎて、いや、まあ、そうですね、そちらの方をあんまり触れられないのはなんかちょっと寂しいなと思ったりもして、まあ、なのでちょっと今日はドラえもん以前の大山さんの話をねしたいかなと思っておりまして、いかにたどり着いたか、はい、そうですね、もともとですね、まあ今日は、勝田久さんというですね声優で、声優学校も主催されている勝田久さんの昭和声優列伝という本と、それから大山さんのドラえもんにまつわる回想録ですね、僕ドラえもんでした、この辺を参考にちょっとお話ししようかなと思ってるんですけど、勝田さんが大山さんについて書いてる一文なんですが、冒頭こうですね、声優には美声の持ち主が多い、しかしそうでない人もいる、その代表とも言えるのが大山信代である、美男、美女ばかりがゾロゾロ登場してきたのではドラマは作れない、アニメだって同じこと、さまざまなキャラクターがさまざまな声を発して登場してこそ面白いのである、うん、という形で大山さんの、まあ、得難い個性を説明してるんですけれど、大山さん子どもの頃からあの声だったそう で、まあ、全然小学校の時とかあんまり気にしないんですけど、やっぱ思春期になって中学校の頃にすごくやっぱりなんか自分が変な声だというふうに世間から言われてるとね、クラスメートから言われてるとに気づいたわけですね。そしたら、お母さんがあれなんですよ、
そんなの気にしないでどんどん喋りなさいと、で声を出すようなことをやったらいいんじゃないのみたいなことを言ってくれて、 そうなんですね、それでクラスの演劇をやったりとかですね、そういう形でそのお母さんが背中を押してくれたことでその声が少し特殊だっていうことをコンプレックスを思わずにですね、まあ、成長することができて高校に入ったら演劇部と放送研究部に入って、一生懸命やられると本当に大きな存在だったんですね。で、お母さんすごく大きな存在だったんですけど高校生の時に亡くなっちゃうんですね。お母さん41歳で亡くなっちゃって、でそれはすごくやっぱり大山さんに強い影響を与えて、つまりいつまで生きられてるのか分からない、家族ができたらこんなに早く死んじゃったら悲しい思いをさせるから自分は一人で生きていこう、その時にも、まあ、その後実際にはご結婚されるんですけれど、その時はそう思って、なら俳優ならば一人で女性で、まあ、しかも1936年生まれですからね、女性が、まあ、会社員で普通に長くやるなんてことが考えにくい時代ですから、そうですよね、そうするとやっぱ俳優みたいな職業の方がいいだろうっていうふうに自分の特技というかやりたいこととそれを重ねてそういうことを思って、高校3年の春にですね俳優座の養成所に入る、ここから、まあ、だんだん、俳優の道を歩いていくことになるんですね。で、ところがね高校卒業したタイミングでお父さんにバレちゃうんですよ。お父さんは反対だった、反対だったんですか。そうだったんですね。それで高校出るタイミングで一人暮らしをもうだからお金ないんでもうアルバイトしながら一人暮らしを始めて、その時でも家を出る時に持って出たのがお母さんが使ってたぬか床だけ持って出たっていうですね、そういう、まあ、エピソードがあったりするんですけれど、料理の好きだっていうのはそこからもつながってるんですね。やっぱ子どもの頃お母さんから料理のいろんなことを、まあ、教わったっていう記憶もやっぱあるみたいで、すごくお母さんの存在が大きいそうなんですけれど、でもやっぱあれですよね、多分あの他の人より演劇が向いていたのか、高校3年 の, その俳優座の養成所時代にもう NHK ドラマのレギュラーが決まって、すごい、でその後高校卒業後にだんだん恋の仕事が来るようになるんですね。1957年なんで、20歳になったぐらいの時には、名犬ラッシーというアメリカのテレビドラマを、吹き替えをやる時に主役の少年を役やるとか、1960年には人形劇、ブーフーウーのブーですね、ブーフーっていうのは3匹の子豚が出てくる人形劇なんですけど、この時、まあ、ブーが大山信夫さん、フーが、三輪勝恵さん、これあれですねパーマンの声の方ですね、はい、でウーが黒柳徹子さんですね、 NHK 放送劇団出身の、まあ、すごい並びなんですけれど、まあ、ここからどんどん声の風あのお仕事やっていくようになって、1966年にハリスの風、それから、1972年に国松様のお通りだというですね、これ両方ともあの同じ原作でタイトルが違うだけなんですけど、石田国松という、まあ、やんちゃで、喧嘩する喧嘩早い男の子をやる、まあ、これは多分初期の代表作の一個なんですけれど、なので、このあとドラえもんの直前に大きい役としては、はい、無敵超人ザンボット3の主人公ジン・カッペイという役。カッペイってドラえもんより前なんですね。ドラえもんより前ですね。77年放送でドラえもん79年なんで、でやっぱりその時になんて言うんでしょうね、なんで大山さんがロボットもんの主役なんだろうっていうのは当時のティーンエイジャーのファンも思うわけですよね。確かに、でやっぱその取材とかが当時 あると、まあ、富野監督なんかはやっぱその石田国松みたいなやんちゃ坊主、自由奔放に生きてるやんちゃ坊主の感じがカッペには欲しくて、はい、なぜかというとジンカッペはそのザンボット3に乗ることで、ロボットがあるから俺たちは被災したんだって言って、守ったはずの住民に、抗議されたりとか、最終的には敵の、まあ、あんまりネタバレしない範囲で言うとお前のやった戦いは本当に正義なのかって突きつけられてくるんですよね。なのでそういう自由奔放なキャラクターで人間味あふれる男の子がそういう荒波に揉まれて、血離れをしていくっていう話がプランされていたので、だから大山さんなんだというのは富野監督なんかが説明をしている話で、まあ、だから そこ一個ね大きい代表作になったわけですよね、でちなみに、まあ、なのでドラえもん以前にすでに何て言うんでしょうね、男の子役としてもう定着してたんですよね。ただドラえもんやるときは大山さんはどちらかというとのび太のお母さん的な感じで、はい、
あのね、そこは面白くて、今の水田さんの方がね友達感強いと思ってて、ほうほう、僕は、はい、うん、大山さんはやっぱちょっと庇護者っていうニュアンスが、うん、強い、のび太の面倒を見てるっていう感じのキャラクターをやられてて、その辺はちょっと面白い差だなと思うんですけれど、で26年、勤めてドラえもん勤めて辞めた時、はい、放送が終わる半年前かな、1年前ぐらいに発表があるんですけれど、その時に、夜中家帰ってきて、家の夜中に電話がかかってきて、それが黒柳徹子さんから、その時に共演されていた、そう、ブーフーで共演されていた黒柳さんから電話がかかってきて、その降板が、2004年11月に発表されたんで、多分半年前ですね、あの実際に終了する、はい、あなた大丈夫、どこか具合が悪いの、それとも事故でもって言って、どうして、まあ、ドラえもん辞めるのって聞かれて、で新聞の社会面に載ってんのよと、その辞めることがね、すごい、芸能欄とか、ね、そういう芸能ニュースとかスポーツニュース新聞じゃなくて社会面に載ってる出来事なのにって言って、いやいや、まあ、あのもうそれは自分の体調が悪いとかそういうことではなくって、26年間のお仕事ここで、まあ、最初のレギュラーキャストは全員卒業することになったんですよって言ったら、もう本当に、もっと続けてよみたいなことをですね、私徹子の部屋30年やってるよみたいな話もされたという話で、でも本当あなたが病気でなくてよかったっていうふうに、まあ、言ってくれて、本当にこう友達ってありがたいですと、うん、まあ、大山さんなんか回想されてるんですよね、なので、まあ大変心に乗る声だし、なんていうんでしょう、まあ、ドラえもんといえばっていうか、もっとイコールでね、感じてた人も多いと思うんですけれど、それ以外の大山さんの顔も含めてですね、ちょっと改めて振り返っていただけるといいんじゃないかなというふうに思いました。うん、まあ、本当に改めてまた偉大な方が、そうですね、亡くなられてしまったなということを実感する、アニメラボでした。ありがとうございました。 This radio show curates Japanese anime culture and economy. トロアニメーション総研。さて、ここではトロアニニュースの監修でもおなじみ、トロアニメーション総研主任研究員石野ゆうきさん登場です。石野さん、よろしくお願いします。夏の まあね、春夏秋冬、季節の変わり目に石野さんというね、トロアニ的にはもう、すっかり長袖になりましたね。しかも今日寒いし、もう、そう、寒かったね、夏アニメの、ね、すっかり涼しくなってから夏アニメの話でございますけど、すところで鹿の子もメッセージ来てませんが、来てないですか。みおちゃんの見た作品ことごとく来ないという、ね、来ないですね、なかなか。お疲れ様です。お疲れ様です。さて、今日はですね、まあ、夏アニメ改めて振り返ってみても、すごい良作多かったなと思うんですが、はい、僕が今期特に好きだったのは真夜中パンチと、はい、負けヒロインが多すぎる、負けイン、この2つが特に好きでしたね、はい、で今日はまあ主に負けインの話して、時間が余ったらマヨパンの話をしようかなと、はいはい、思うんですけど、こちらはあのマケイン、ラブコメの引き立て役だったヒロインにスポットを当てた作品ということで、最初びっくりしたんですよね、はい、だってあっけないほど一瞬で振られるので、うん、うん、びっくりしたんですよ。なんか これで成り立つのみたいな、そう、何をやるんだろうこの後って思って、そうなんですよ。だって序盤3話で3人振られてるんですよ、やりすぎ。もうあれノルマですよね、そうですね、1話で1人、はいはい、1話で1人って切っていくっていう。で、まあ、そっからそのしばらくその1人のヒロインに対して2話とか3話使ってこうゆっくり掘り下げていくっていうお話だったんですけど、まあ、その中でマケインたちのこう魅力とか葛藤とか、まあ、隠していた本音みたいなとこをまあ見せてエモーショナルにまあ演出してたわけですけど、まずこの作品の舞台、愛知県豊橋市じゃないですか、はいはい、これ話題でしたよね、豊橋の、ね、市長の、ね、もう皆さんもなんか反応して大歓迎みたいな、しかも結構ビルとかにこう絵が、そうですね、そう、垂れ幕とかがやってたりとか、結構街を挙げて大々的にいろんなところでやってるってことなんですけど、何を隠そう、私あの大学時代豊橋で過ごしておりまして、あ、そうなんですか。そうなんですよ、主人公たちが通う高校のモデルになってた自習館高校、僕が通ってた大学の目の前なんですよ、あら、じゃあもう馴染みも馴染み、だからもう僕ぬくみずって言っても過言ではないです。過言そんなドレッドヘアのぬくみずがいてたまるか。だからもう彼らがそのアニメの中で使ってる駅は僕がもう使ってた駅なんですよ。本当ですか、はい、
目の前なんで同じ忠実でした描き方ってその舞台のあそうあの波を打ってるこの屋根とか、うん、駅のあとはその主人公たちがこうやって歩いていく自習館まで歩いていく道とかはもうまさに僕が言ってた愛知大学の前の道ですね。へえ、はい、でございますね。まあだからちょっと特別な感情はありつつ応援しながら見てたんですけど、うんうん、この魔剣院は、まあ、こういう言い方が適切なのかちょっと分かんないですけどラノベ原作のラブコメが持つお約束とかに対してのメタ視点とか逆張りが見事にハマってる作品だったなと思うんですね、うんうんうん、でまあ今日はテーマとしてあげるのが逆張りから浮かび上がる主人公らしさでいきたいと思います。論文ですねこれまた、はい、超大作を期待します。まあ、1話の開幕にもしも俺がラノベの主人公ならそんな時何を思うんだろうっていうモノローグがあったんですけど、うん、もういきなりこうメタっぽい感じのモノローグ差し込んできてますけどある意味ではこのぬくみずってその読み手とか視聴者あと原作者さんとすごく近いところにいるキャラクターなんじゃないかなっていうふうに思いましたね。なんかこう自分だったらこうやって負けヒロインを救ってあげたいっていう、まあ、俺たちの思いの具現化ですよね。もう、うんうんうん、でまあ究極ぬくみずがいなくても負け員たちが負けるという結論は変わらないわけじゃないですか。まあそうですよ干渉するとかじゃないですかね、うんうん、だからその結論は変わらないけど負け員たちに本当に必要だったものは何なのかとか、うん、笑顔を取り戻すためにはどうすればいいのかっていうところを目指して奔走するわけですけど、あの定石通りならハーレム展開になりそうじゃないですか。間違いないですね。ですよね。3人もいるんですし、うん、そこでなんかそのハーレム展開になりそうなとこでこうなんかメタ的な逆張りムーブが炸裂するので、ゆえになんかその負け員たちとの距離感が歯がゆくならないなんかこう絶妙なものになってるのかなと思いましたね、うん、まあこれこそが負け員の魅力の真骨頂だと思うんですけど、なんかそういうとこだよぬくみずくんのそういうとこもここなんじゃないかとつまりこういうなんかなんですかね、大事なとこで逆張りが効いてこう予防線が張られるっていうとこが、まあ、そういうとこっていうとこなのかなと思うんですね。でもうちょっとぬくみずについて掘り下げていきたいんですけど、ぬくみずってぼっちキャラじゃないですか、はいはい、でラブコメぼっち主人公って別に今となっては珍しくないんですけど、結構いますよね。例えばオレガエルの八幡とか、うん、鋼の小高とか で, す、ね、でも何らかぼっちになってる理由が序盤で必ず示唆されてるわけですよ、うん、例えば、まあ、八幡とかは事故で交通事故かなんかで出遅れたとか、あとちょっとこう目つきがとかいうのとか、まあそういうのとか必ずそうぼっち避けられる理由っていうのが示唆されてるんですけど、ところがぬくみずなぜぼっちなのかわからないくらい性格も別に曲がってもないですし、なんかラブコメによくあるその見た目を怖がれるとかいうこともなければ無気力でもないんですよ。あと休日ファッションも普通でしたし、普通付き合いもね悪くないんですよ。あれこいつね悪いとこ一個もないんですよ避けられるとこはおかしいですね。あとねここまあこれも逆張りのその流れの中にあるんだと思うんですけど、あとラブコメのお約束である窓際最高峰の席じゃないんですねゆくみずは実は。なるほど。そうもうラブコメの定番、まあ、もうアニメの定番かもしれないですけど、必ずこう窓際最高峰なんですね、まあ、高木くんとかね、書きやすさとかも、まあ、もちろんあるのかもしれないです。絶対便利ですよ、ね、隣の関くんだって窓際だった気がしますよ。そういやなんですけどぬくみずは廊下側最高峰なんですそこももうまさに逆張りしてますよね、うん、確かに真反対にいるわけじゃないですか。真反対だからね、なんかまあでもこ の, 先ほどちょっとこう打ち合わせの時に藤津さんとお話しした時に、うん、藤津さんがおっしゃってたんですけど、その影とかその光の使い方がすごくうまいっていうふうにおっしゃってたんですけど、この配置席の配置にもそれがすごく出てて、廊下側は日が当たってないんですよ。ほう。そこからその柳美っていう、まあ、ヒロインをぬくみずが眺めてるシーンって何回もあるんですけど、はいはい、柳美の方はこう日が差してるんですね。はー、ここら辺のなんかこうなんですかね、日の当たらない、まあ、その暗い方から明るい窓際を眺める、うん、つまり主人公らしくない逆張りなんですよね、うん、ここも、うん、でまあじゃあいろんなもの、まあ、欠けてないはずのぬくみずがなぜぼっちで空気なのかっていうのが、これこそが今日の話の本丸なんですけど、本丸、はい、このぬくみずが日陰から日向に出るため、つまりラブコメ主人公になるために必要だったものっていうのを考えたんですけど、ほう、もうそれは本編ご覧になった方はぬくみずの成長で感じたと思いますけど、誰かのために行動を起こす勇気なんですよね、はい、やっぱりぬくみずは最初巻き込まれてその柳になんかこう近くなっていく感じでしたけど、
自分からこう行動を起こしたり、柳をまずかばいますよね、うん、宗介がなんか、はい、幸せになってくれよみたいな感じのことを言った時に、はいはい、そんな、なんかそんな風に決めつけるなよみたいな、うん、なんかこう相手のことを思って行動を起こせる勇気があることで、なんかそのあたりから急に担任の先生が温水のことを認識し始めるんですよ、はい、それまで誰だお前って、ほう、そしたら先生のクラスの温水ですっていうのが何回もあるんですけどおかしいですけどね、まあ、そう、あれねまずいっすね教育委員会ものですけど、ね、はい、でその辺あたりから急にこう先生が認識し始めるっていう感じなんですけど、この行動の一端が出たからこそ、はい、誰かのために行動を起こす勇気を持つことはこうやっぱ正しきラノベ系ラブコメ主人公ムーブの本質だと思うんですよね、はい、でこれはその温水くん12話の中でしっかりクリアしてるんですけど、ただラノベ系ラブコメ主人公がもう一つ必要なものがあるんですよ、ほ、まだある、僕はもうラブコメおじさんとしてこれ提唱したいんですけど、フォロワーのラブコメおじさんといえば石野さんですよ、はい、僕は原作読んでないんでこの先どうなるかわからないですけど、はい、ラノベ系ラブコメ主人公が最終的にこう持つべきものっていうのは自分が幸せになることを受け入れる勇気なんですよ、ほう、これこの、ほう、この部分なんですけど、だからこう自分が幸せになることを受け入れる勇気、自分の思いに向き合う勇気っていうのを、うん、まあ、こっちはまあ今の温水が持ってないものですよね、うん、だからなんかこう最終話のタイトルがいい雰囲気になりそうだったのに主人公になれない、俺はひょっとして最終話で負けヒロインの横にいるポットでのモブキャラなのだろうかという、うん、サブ隊になってるのが主人公になるには何かが、まあ、なるほど、そう、温水は成長したけど主人公になるには何かが足りてない、多分何かっていうのは俺はここかなと、なるほど、これただ負けヒロインがなぜ負け、うん、まあ、これからヒロインになるためにどうしたらいいかという観点だけではなく、温水が主人公になるにはどうしたらいいか、なんかもし俺がラノベ主人公ならっていう語りから始まってるわけで、はい、実はこれは温水がその主人公になってく話なんじゃないかなって僕はそっちの目線で見てました、ずっと。なるほど、だやっぱまだ主人公になれてないこの足りなさこそが、うんうん、そういうとこだよ温水くん、どういうとこだよ柳さんっていうやり取りがあったんですよ、ありますあります柳さんね、そういうとこだよ温水くんがここなのかなって思いますね、うんうん、まあ、この誰かのために行動を起こす勇気とか、うん、自分が幸せになることを受け入れる勇気っていうのは数々のラノベ系ラブコメ作品で肝になってきた部分なんですよ、はい、もう俺がいるとかでもそうですね、まさにで基本的には、まあ、要は受け入れないで進んでいくんですよね、話というものは、俺はいいんだっていうところでね、酔えないんですよね、うん、俯瞰的すぎて、ただですよ、うん、他の作品はただとはいえハーレムは言い過ぎかもしれませんが、うん、挟まれけがちですよね、そうですね、どれもこれ温水が違うわけですけど、結局誰かを傷つけたくないから誰も選ばないってい うムーブを取りがちなんですよ、結構その、うん、ラノベ系のこう、うん、主人公は、そうですね、かつその主人公は、まあ、いわゆるその双方から好意をもらってるパターン、うん、これは多い、でそこで自分は幸せになってもいいんだっていうところにたどり着くのが最後の、まあ、うんうん、どっち選ぶんだみたいな、まあ、こうね、これはもうどうもありますけど、どのね、やっぱそのどっちを選ぶかの前に自分がそう幸せになっていいんだっていうところを受け入れていくまで、その自意識を受け入れていくまでっていうのがこう旨味なんですよね、ラノベ系ラブコメ、ここなんですよね、はい、でまあそんなお話なんですけど、最後に話したいのは、はい、温水って学校の水道水に並々ならぬこだわりを持ってるじゃないですか、はいはい、これだけですよ、多分ね、そう、変なところで再三描かれてますけどこの作品にとっての水道水って一体どんな意味があるんだってめちゃくちゃ考えたんですけど、あのね、僕はこういう結論に達しました、水道水って青春の味と匂いなんですよ、大学生とか大人になって手先で水道水飲むやつ、うん、なかなかいないでしょ、なかなかいないです、だからやっぱあれ学生っていうか、まあ小中高の、うん、文化なんですよね、で、その読み手とかその視聴者にその青春時代の空気に没入させるための作用が水道水にはあるのかなっていうふうに思いましたね、すごい簡単すごなんかあと学校の至るところにこう、ね、水の蛇口ってあるじゃないですか、はい、で、温水はいろんなとこの、この時間はここが冷たいんだみたいなこと言ってますけど、なんかちょっと変わり者として映るじゃないですか、そうですね、でもね、思い出してください、それぞれに固有の匂いとか音とか景色とかが必ずあったはずなんですよ、水道には水道にはね、そう、あるある、グラウンドの近くでは
グラウンドで誰かが走ってたりとか、うん、なんか運動してたりする声も聞こえますし、うん、音楽室のそばなら音楽聞こえる、確かに教室の何かの匂いがしたりとか、必ず上にピュって出てくるタイプもあれば蛇口をこう上向きにして出すタイプもありましたし、そうなんですよ。だからその温水は決して変わり者じゃなくて、もしかしたら青春の手触りっていうのを正しく描写してるのかもしれないなと、うん、僕は思いましたね。水道かなりいい仕事してんだなって、水道水がこんなところまで来てましたか。分かんないですよ、ごめんなさい、全然違うかもしれないから、ね、いやもうだってマケインのホームページには、うん、豊橋市の至る水道がカードとして載ってるんですよ。載ってます。載ってました、水道担保みたいなやつですよね。そう、水道担保、水道カード、本当にわけのわからない企画ですけど、ね、うん、ここにすらそう意味があるんじゃないかと。いやー、まあ、ちょっと分かんないですけど、 いかがでしたか藤井さん。いやいや、すごい面白かったです、ね、本当ですか、良かったです。マケイン、あの、うん、柳さんがあんなネジの飛んだやつだとは一話で思わないじゃないですか。確かに、あの思わせぶりな写真を撮ってモテたいっていう謎の戦略を取るじゃないですか、うん、ありましたね。あれはなかなかの謎の、これめんどくさいやつに引っかかったなっていう感じが出たって面白かった。ストーリー上は、ストーリー上何でしたっけ、あの作者の方が、うん、柳に関しては、うん、まあ振られてもしょうがないよねドンマイって思えるレベルのところをキャラクターにしてたっていう、ね、ああでもやっぱりあの負けヒロインでこう話を進めていくにあたっては、うん、その仕方がない部分を多分作らないときっとダメなんでしょうね、うんうん、そこは、うんうん、焼き塩と小鞠は2話ずつあったんですよ、はいはい、柳は1話でスパンと、そうですね、なぜだ、はい、そうなんでもきっと終わった後気にせずポテト食べて金がないっていうね、そう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 いう感じのキャラでね、さあ今日ここまでね、いやもう非常に内容の濃い話でした、何でしたっけ、負けヒロインが多すぎるの話が、ちょっとマヨパンの話したかったんですけど時間なくなってきちゃった、1分だけですね。1分だけじゃあ1分だけちょっと、あ、じゃあ終わらしますね、はい、なんかすごいマヨパン良かったなって思うのは、なんか100万人達成で私を食べていいとか、はいはい、あとなんかこうヴァンパイアってバレちゃいけないっていうその絶対の真理とか縦軸になってた部分を最後なんかぶっ壊してちゃんとあの終わったんですよ、うん、終わったんですね、はい、しっかりそれをあの回収しきらずにでもすごい綺麗に楽しく終わったんで、あ、そんなこと可能なんですか。このアニメすげえなってちょっと僕感動したんですよね、はい、ある意味感動の仕方が逆張りですけどね。いやでも本当終始すごいハイスピードでもう息切れせずに最後まで楽しかったです、本当に。あとまともな人間が6人目のにちゃんと話が成立してる。主人公がすでにあんまり主人公っぽくないんですよ、いわゆる可愛さで、ね、共感を得るようなタイプじゃないですかね。あの人殴るやつなの、人殴るやつ、そう殴って炎上した、まあまあ、炎上した真夜中パンチっていうぐらいですもんね。そうもうあのぜひあのサクッと楽しく見れると思いますので、そうそうぜひ皆さん見てみてください。石野さんありがとうございました。 This radio show curates Japanese anime culture and economy. トロアニメーション総研。今日のテーマ2024年夏アニメ振り返りです。送ってって言ったら送ってくださいました、ありがとうございます。トラスさん、注目度高い作品で誰かが送ってると思ったら誰も送ってなかったということで、今帰りの電車の中で推しの子2期のメッセージ書いてます。お 2.5 次元舞台ができるまでの業界の裏側的な戦いから始まって、舞台のシーンでは劇中劇と役者の姿がシンクロして人間的に成長していく姿、うん、とてつもなくドラマチックに演出されて見応えありましたね。そして厚木のスーヤンさん、前半の東京ブレード 2.5 次元の舞台、自分は 2.5 次元の舞台を見たことないけれどもとても迫力あるシーンが続いて本当の芝居を見ているとか錯覚するくらいでした。そしてそこから15年の嘘につながる重要なシーンになって終了、うん、第3期も決定でますます楽しみ、まだしばらく推しの子熱で冷めそうに ありません、うん、アヒルパパさんは一番魂を揺さぶられたのがメルト、一期では京アマの棒読み演技、自分の不甲斐なさに気づき練習に打ち込みます。しかし百戦錬磨の俳優たちには歯が立ちません。アクアの助言も受け自分の全てをかけ舞台に立ち、初めは舐めていた観客も引き込まれ、素晴らしい演技で拍手喝采を受けたシーンに涙が溢れました。さあ、わかる、みおちゃんどうでした、わかる、いやもう本当に推しの子のメッセージ来たってわーってなって、何話そうかなって思って出てきたのがメルト君なんですよね。やっぱりなんかその技術が追いついていないからこそ全力でやるっていうところはすごく心が揺さぶれるものがあって、やっぱ通ずるものはありますか。そうですね、うん、全部はお前には無理だから一個だけ尖っちゃえよっていうアドバイス、あれまたね、いやとてもかっこよかったですね、あれはなかなかに。ラジオネーム増田さん、
衣装を投げれば異世界ものに当たる昨今において、この夏はアンドロイド主役のアニメが気になった。ほう。ニーヤオートマタバージョン 1.1A 第2クール、アトリマイディアモーメンツ、僕の妻は感情がない。中でもアトリマイディアモーメンツを取り上げたい。アンドロイドというと僕妻のタイトルになっているように感情を少なめに描く作品が多い中において、アトリは元気いっぱいの女の子、自分から高性能ですからと威張る割にポンコツな面も少なくない。それを指摘するとロボハラですと怒る。全くもって愛されキャラが可愛い。そしてアンドロイドものに共通なテーマが心があるのかという命題。このつかみどころのない永遠の課題ともいえるテーマに対して答えは出ないけど、アトリマイディアモーメンツの良かった点は、では人間の心とはという人間側にも焦点を当てたところです。現実世界においても世論調査とかよく聞くし、自分の考えだと思っていてもそれってニュースや SNS で見聞きしたことじゃないって感じたりしますからね。何をもって心というのか、アンドロイドに限らずあらゆる生物に問いかけたところを評価したい。マタロウさんからもアトリマイディアモーメンツでいただいております。人間の感情を再現した AI は心と呼べるのかという鉄腕アトム以来さまざまな作品で描かれてきたテーマを扱っており、コミカルとシリアスが絶妙に絡み合うストーリーはキー作品を彷彿とさせますっていう感じですね。うん、見ましたか？見ました。石野さんどうでした？あれ、あの全年齢対象ゲームが原作なんですけど、うん、はいはいはい、なんかすごいビッグタイトルだったらしいんですよね、うんうん、でなんかそのゲームから赤尾ひかるさんがそのまま、うん、あのアトリの声優をやられてるっていう、うん、でなんかあのすごいその心があるかないかっていう話になった時に、うん、あの心があるふりをしてる時があるんですね、そのアトリが、うん、でじゃあ結局何で心があるかないかっていうのを最初にこう判別したかっていう時に、なんかこう自分のその仕えてたそのまあその主人公の男のお母さんなんですけど、はい、お母さんに最初アトリはこう使えてたんですけど、その女の子が学校でいじめられて、そのいじめっ子をアトリが暴力を振るっちゃうっていうか助けちゃうっていう、はいはい、でそれは心がないとできないでしょ、確かにそうですよね、あ見せ方なのかと思って、あなるほどなと思って、うん、そっか、あすいません、なんかまだ見てない方、いやいやちょっと心っていう部分がね、うん、面白いですけど、僕も劇長さんは、うん、あの僕の妻は感情がないが気になりましたっていうところで、うんまあ、主人公のタクマがリサイクルショップで買ってきた料理を作ってくれる人型家電ロボットのミーナに酔った勢いで求婚したことから始まる SF ラブストーリーですと、うんうんうん、でまあこの人とお互いに立ちはだかる障害を一つ一つ乗り越えようとする姿にまあ感銘を受けたということなんですけど、人とロボットのあり方を描いた作品をかつて鉄腕アトムを使って手塚プロダクションが制作しているというのは感慨深いというか、何か考えさせられるものがありました。作中の出来事もしかしたら遠い未来の現実で当たり前の世界になっているかもしれませんということでしたね。まあこういうロボットもの、まあ、ロボットとのこういう関係っていうのはなかなかいろんなテーマがあって、しかもこれがまあもうアニメの中の世界じゃあもうない可能性すらあるっていうのが、うん、あのチューリングゲームっていう考え方があって、はい、人間かのコンピューターか分からない状態で会話をして、人間って、というかロボットだって見抜けなかったらそれは人間とイコールだっていう考え方ですよね。うん、うん、でまあそれに今どんどん AI が近づいてるので、逆にリアリティがあるというか、あのロボットに心があるかっていう議論がまた新鮮になってきてるのかなと思いますよね。あなるほど、これなんか今だからこそよりアニメに一層面白く感じられるということですよね。ラジオネームはじめちょろちょろ中パッパファイヤーの擬音パッパってどういうこと？どうもおはこんばんちはっす、ファイヤーです。やっとパーカーが着れる季節になりましたね。静岡の天候どうなんでしょうか？お体壊さないように気をつけてくださいね。富士山は治りましたか？さてさて、この夏はファイヤーは見ようと思っていた作品4本だったんですが、ある日見るものが完全になくなって暇な日ができました。暇だと思ってネットフリをデグっていたらおすすめに義妹生活が出てきました。以前石野さんがおすすめされていたのを思い出したのと、タイトル詐欺でもっと早く見てりゃよかったべよという経験も相まって見始めたんです。ストーリーの内容も良かったんですが、音楽がとても良かった印象です。変な言い方かもしれませんが、全国ロードショーではないというか単館映画的な風情を感じたんです。氷を入れたグラスでキンキンのサイダーを美味しく飲むという部分ではなく、キンキンに冷えたグラスに結露した水がテーブルを濡らすみたいな雰囲気なんですよね。伝われ
詳しい話をきっと藤さんと石野さんがお話しくださると思うので、ファイヤーからはストーリー的な部分ではなく質感テクスチャーみたいな部分をメールいたしました。軽具わかります、わかります、これ伝わった。音楽すごいなんかピアノの曲が中心だったんですけど、うん、すっごく良かったんですよ、しっとりしてて、へ、あの逆に言うと掛けどころを絞ってた感じしますよね。すごいずっとこう BG 張ってるとかじゃなくて、すごい静かな作品なので、うん、あのキャラクターのね歩くスピードも遅いんですよ普通のアニメより、うん、でそれで多分トーン作ってるし、回想シーンは全部8ミリ映画のノイズ入ったようなフィルムエフェクトがかかった映像だし、結構凝ってましたね。なんかおっしゃってること分かりますよね、ファイヤーさん、はい、あのキンキンに冷えたグラスに結露した水がテーブルを濡らす的な表現ですか。いやそこはちょっと指摘すぎて僕ちょっとついていけないですけど、単感系っぽいっていうなんか、はい、すごい9話が良かったですね、はい、タイトル回収会だったんですけど、なんかこうあの女の子が髪を切る回じゃないですか、ね、それがなんかこうその一緒に住んでる兄の、うん、はい、その好みがロングヘアだっていう風に思って、うん、この関係じゃなくて、うん、ちゃんとこの兄弟の関係に戻らなきゃっていうので切るのと、 あとお母さんと一緒に暮らしてた、2人で暮らしてた時はショートカットだったんですよ、はい、だからなんかそのお母さんに幸せになってもらいたいから、うん、私は恋愛じゃなくてお母さんへの思いを取るっていう、うん、なんかこうダブルミーニングになってたんですよ、うん、あすごい、まあ、今ねアニメでも、まあ、倍速で見る人っていうのもいる中で、はいはいはい、こういった間とかうん、こういう質感で勝負する作品っていうのはまたいいですよね。すごい、題材がねあの結構なんていうか、うん、キャッチーな感じがするんだろうのが、うんうんうん、かなりあのあえて地味に撮ることでこんなにソリッドになるのかっていう感じですよね。ラジオネームジョーギアさん、私の夏アニメの一押しは天水のサクナ姫でした。本作は2020年発売の同名ゲームが原作で、重要な要素である米作りがガチだったり、当時話題になった部分はそのままにゲームからさらに解像度を増してアニメ化されていました。とりわけ自堕落から北条神としても成長していくサクナ姫の可愛さがアニメ化に伴っていい感じにパワーアップしている気がします。ゲームと違い攻略要素はない分、よりストーリーやキャラクターが掘り下げられていて、アニオリもあったり原作と異なる流れもありましたが、個人的には全く違和感なく大満足のメディアミックスとなっていました。アニメとゲームどちらから入っても楽しめるので、全くのご新規さんはもとよりアニメから入ったよという方には原作のゲームも非常におすすめです。シュラスコさん、サクナ姫アイキャッチで流れる米作り関連の解説がとてもアイキャッチの数秒では読み切ることができない分量 なので、止めないと本当はアニメの中に書きたかった農作業の工程や伝承文化がたくさんあるんだろうなと、制作陣の農業に対する熱い思いも伝わってきました。なかなか、はい、ね、まあ、天水の作品も良かったですか。そうですね、良かったですね。PA ワークスらしいすごい堅実な作りで良かったですよね。奥行きのあるこう背景でしたよ、はい、なるほど。ラジオネーム梅ドレイさん、ミステリー好きとしては小市民シリーズを改めて考察したいと思います、うん、本シリーズ通称小市民とは、主人公コンビ小葉と城五郎と幼い雪がつつましい生活を送る人々を称えたフレーズ。2人は付き合っているような関係ではなく秘密を抱える共犯者。小葉と城五郎は、彼は人の罪を暴くことが大好きな探偵、幼い雪は自分のへの罪を断罪することが好きな復讐者。平穏な日常生活を求めながら日常の中に謎が溢れていて自分を苛立たせるものがあり、そんな日常の中で2人は本性を隠し小市民の仮面をかぶり続けようとしますが、徐々にその仮面剥がれ抑えようとした本性が溢れ出る展開。ストレートな青春物語というよりも世界との距離感に戸惑う不器用さを描いた物語だと言えます。さて皆さん、アニメを見るときオープニングエンディングを毎回ちゃんとご覧になってますか？リアタイでもない限り、昨今の録画や配信で視聴する方、倍速やオープニングエンディング飛ばす方もいらっしゃるとお聞きします。今回に限るならば、なんてもったいない。オープニングのイブさん、スイートメモリーにはこう書かれています。それだけがつなぎ止めた、だって似た者同士の僕ら、その隠された秘密を抱いて淡々と毎日が望んだ日常、満たされない思いを暴くのさ。君が信じても嘘でもどうでもよかった、甘すぎてひどい思いでも心を萎えていく、その笑みを解いてみたい。明日選んだ照明も二人ぼっちの関係もいびつに絡み合う、真相はその瞳の中。端的に二人の関係の本質を示しています。加えてオープニング映像本編がシネマスコープサイズで、一見シネスコのように見せかけたテレビサイズに狼と狐の疾走描写、テレビアニメの比率じゃなくて映画の比率独特の空気感、二人の関係性明確に醸し出しています。ではエンディングもこのような形で、まあ、オープニングエンディングを見た時にすでに本質は
描かれていました。これを見て聞けば実は答えが描かれている、うん、アニメ表現としての一種の叙述トリックだと考えています。ミステリー好きにはたまらない演出です。まあ、あの評価もかなり話題になって、はいはい、でその中で米澤先生のまた新しい、はい、よかったっすね。いや正直はもうこれも演出が義妹生活と並んで、はい、演出がすごいソリッドで、うん、決まってる作品だったんで、うん、すごい僕ちょうどあれですね連載で書かれてますよね、最終回のその9話10話がいかにすごかったかって話を書いてるんですけど、はい、この10話でその幼い雪というキャラクターが表情を見せる、うん、その表情に行く似たような表情を見せるのがその前に2回あるんですよ。はあ、で、あ、そうか、ここの顔はこの過去にこことここでしてる顔だ。あ、それが彼女のその、まあ、復讐者というか、まあ、狼に例えられるキャラクターの顔だっていう感じになって最終回、まあ、そこがすごいポイントになるという、うん、ポイントあれなんですよね、流れだったんですよね。なるほど、すごいこう感心をしちゃいましたね、うん、評価は目で訴える作品でしたけど、ああ、そうですね、はい、今回この小市民シリーズっていうのはまあ表情はそんなにどの子も表じゃないんですよね。その中でどうやってこう描いて、はい、アニメで描いていくかっていうところ、うん、こう陽宮さんが2代目上田玲奈さんみたいな感じですね。そう、うん、ファムファタル感がこんなに強いんだっていう、感じにもそれも良かったですね。で、まあ、2期が次が秋冬ですか、はい、きっとね、はい、また楽しみな作品ね、はい、今回もセカンドシーズンの多く発表されてますから楽しみです、はい、さあ皆さんたくさんのメッセージありがとうございました。今回の SBS ラジオトロアニメーション総研いかがだったでしょうか。トロアニは静岡県の SBS ラジオで毎週月曜夜7時から生放送で、再放送は毎週日曜午後3時からお送りしています。ぜひこちらもお聞きください。 SBS ラジオトロアニメーション総研パーソナリティ青木龍太でした。